Bonnet. What were the side effects in your case? My side effect was I got headache and fever and also body ache. And that is depend for your immunity. Some people get a side effect and some people don't get because your this depend in your immunity. And that's it. That all thing. Just numbness in my arm. Mm-hmm. Just this, nothing badly. Oh, nothing. That's it. All right. What was the side effect in your case? Just pain on the arm. That's it. Are you waiting for a second? For the second, yeah, in a few weeks. All right. Thank you. Bye. Oh, nothing. Nothing. Normal. Okay. Only painful the arm, but that's not effect. All right. Okay. Thank you. Bye. ワクチン接種から丸1日経過した状況ですけれども、今の状態としてはですね、腕の患部、接種したところの患部の腕のだるさ以外は全くなくてですね、私自身は。発熱ですとか、体のだるさとか、吐き気とか、めまいとか、そういったものは一切なく、幸いですね、1回目の接種は無事に。まあこれ以降は症状出ないと思うんですけどね。はい。まあそんな感じです。ただですね、同じものを打った友人の中には、もう本当に丸一日、動けなくて、発熱、そして食欲がなくて、もう一日寝込むという状況の友人もいましたし、また、どんどんこう時間の経過とともに具合が悪くなる人も中にはいますね。はい、身の回りに、身近にいます、そういう人が。1回目よりも2回目の方が結構こう深刻な、まあ、結構ね、重たい副反応が出るということをよく聞いているので、私もね、例外ではないのかなと思ってますけども、はい、コロナウイルス感染によって、本当にこう重大な後遺症ですとか、そういったものがを避けれるということを考えればですね、これも仕方ないのかなと思うところですね。まあ、そもそもこう風邪薬とか何かね、熱とか病気になってこう病院に行って治すとか、そういう経験はあってもワクチンを打つというね経験はみんなこう一般的にそんなにしてるもんじゃないと思うんですよね。まあ、インフルエンザのワクチンとかそういったものはね季節に合わせて打つ人はいますけども、まあ前回も言いました通り私はそういったものを打ったことありませんでしたし、はい、まあ、初めての経験なんで、多少の腕のだるさというものをちょっとね、新鮮な感じでしたけども、はい、まあ、丸1日経過して何もないということでおそらくこれ以降は大丈夫かなと思います。で、ロンドン、ね、イギリスは非常にこうワクチンが進んでいて、かなりこう市民もみんなポジティブ。まあ、日本よりはどちらかというとやっぱりね、ポジティブに、みんな受けているのかなという印象はあるんですけれども、まあ、ただ一方で、やっぱり、その世間のね、ワクチンをみんなで打っていこうという流れに対して、同調圧力じゃないですけどね。でもそれに対してもやっぱり自分は個人的にノーと言ってもいいんだよと。まあ、そういうふうなね、張り紙を地下鉄とかに貼っている、そういったデモ的なね要素で貼っている人も中にはいますし、まあ、そういうものも結構見ますしね、一定数やっぱりこうワクチンを接種しないという選択をする人もやはりいます。まあ、これはもうどっちがいいとか、もちろんねワクチンをたくさんの人が打った方が効果がね社会的な効果が大きいとは思うんですけど、まあ、個人によって体質ですとか、持っているこう、ね、今まで持ってきた病歴とかいろんなものがありますので、一概にそれを通して人のことをちょっと判断できないんでね、はいはい、まあ、自分の体と相談、状況と相談しながら打つ打たないを選択していくのがいいんではないでしょうか。ということで、これで
ひとまず1回目のワクチン接種終わりたいと思います。皆さんが健康でいること、そしてね、私自身も健康な旅ができることを願ってます。では。